前代未聞、日本円にして1億円のかかった世界的トーナメントが韓国ロード FC にて開催。そしてその日本代表の座をめぐる4人参加のワンナイトトライアルがこのディープ大阪大会で実現する。その第1試合はマッハ道場のフィジカルモンスター岡野勇気と地元大阪ブローズの実力派トータルファイター下石浩太の対戦。岡野はこの4人の中で随一の打撃の破壊力を誇る。事実このトライアルに同じく参加する江藤公弘から過去には KO 勝利を奪っている。そんな岡野を迷わず対戦相手に指名した下石、そこにはこんな意図が含まれていた。岡野さんと江藤さんはやってますからね、試合。そうなってくるとやっぱ面白くないと思う。だから岡野さんにします。余裕の発言もそのはず。スタンド、そしてグラウンド、全ての局面で戦えると自負する下石。さらにはトーナメント制覇の発言も飛び出した。トータルで、まあ、どこでも戦える自信もあるし、一番僕がトーナメント向きかなっていうのは自信がありますね。尻上がり良くなってくる方に、まあ、長期戦になった方が僕的にはいいのかな。岡野もまた負けてはいない。立ちはだかる敵をなぎ倒すパワーがこの男にはある。自分のいいところすら勝てると思ってる、はい、全部 KO で勝つつもりなんで、はい、楽しみにしてください。両者の意地と誇りが見え隠れするこの戦い、果たして勝ち上がるのはどちらだ。とりあえず予選は優勝して次のことも考えながらやっていきたいと思ってます。全員KO で倒して優勝したいと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。ロード FC ライト級100万ドルトーナメント日本予選1回戦、岡野勇気 VS 下石浩太。